アタナシウス・シュナイダーは、カザフスタンのローマ・カトリック聖職者で、アスタナ大司教区補佐司教、コインブラセイ十字架、立州聖職社会会員。第二バチカン公会議以前の教会の伝統的な、天礼と実践を擁護し、教皇フランシスコと関連する政策に抗議したことで、知られている。ソビエト連邦キルギスの特幕で、アントン・シュナイダーとして誕生。両親は、 ウクライナオデッサ出身の国会ドイツ人。第二次世界大戦後、スターリンにより、ウラル山脈のクラスのカムスクの収容所に送られ、一家は地下協会と密接に関わっていた。シュナイダーの母マリアは、後に悪名高いカルラッグで投獄され、1963年に、職務のために、ソビエト政権により殉教した、ウクライナ人司祭。 福者オレクサザリクイを保護した数人の女性の一人であった。シュナイダー一家は収容所から解放された後、キルギスに旅立ち、中央アジアを離れて、エストニアに向かった。少年時代、シュナイダーと彼の三人の兄弟は、両親と一緒に、秘密のミサに預かり、しばしばバルガの家からタルトまで、約100キロもの距離を旅し、朝一番の列車に乗って、暗闇の中を走り、 夜には終電できた。遠距離で聖職者の訪問が少なく、ソ連当局の取り締まりがあったため、家族は月に一度しか旅をすることができなかった。1973年、シュナイダーは秘密裏に、初生態を済ませた直後、家族と共に西ドイツのロットバイルに移住した。1982年、シュナイダーはオーストリアで、オプスサンクトラム・アンゲロルムの中にある、 コインブラ製十字架、立州聖職社会に入会し、アタナシュースと名乗った。1990年3月25日、アナポリスのマヌエル・ペスターナ、フィーリョ教から司祭に除外され、ブラジルで司祭として、数年間過ごした後、中央アジアに戻った。1999年からは、カラガンダの教会の母マリア人学校で、司祭学を教えた。二千六年六月二日、 アンジェロ・ソダーの数奇教により、バチカンの聖ペテロザの祭壇で司教に除解された。2011年には、アスタナ大司教区の補佐司教に転任した。カザフスタン司教会議の書記長を務める。シュナイダーはドイツ語、ロシア語、ポルトガル語、スペイン語、英語、フランス語、イタリア語を話し、ラテン語と古代ギリシャ語を理解する。伝統主義で知られる。 信仰を完全に守る代わりに彼が呼ぶ残酷な異教の世界に屈服したと考えた聖職者等を批判してきた。2014年には彼らを皇帝や異教の偶像の前に香料の粒を置いたり聖書が焼かれるように届けたりした聖職者や司教に、たとえ現在の教会は信仰の裏切り者に包囲されていると主張した。シュナイダーは 保守派や伝統的なカトリック教徒が主催する会議に頻繁に出張してきた。2018年には司教が公務中でない限り1ヶ月を超えて欠席することは教会法で認められていないため彼は教区外への出張を制限する要教校長から警告を受けた。このため彼はビデオを介して会議に出演することが多くなった。シュナイダーは キリストの体と知恵の愛の印として、ひざまずきながら、舌の上で生態を受けるという天礼の伝統を、熱烈に支持している。これは、2008年にイタリア語で出版された著書、ドミヌス・エストの主題であり、その後、英語、ドイツ語、エストニア語、リトアニア語、ポーランド語、ハンガリー語、中国語、日本語に翻訳されている。この本には、現在コロンボ大司教、 マルコム・ランジス・数奇教が書いた序文が含まれている。シュナイダーはこの本の中で、この方法で生産を受けることは5世紀までに、教会の標準的な習慣となり、教皇グレゴリオ一世はこの伝統に従うことを拒否した司祭を強く非難したと書いている。2009年には、生態の神秘の偉大さの認識は、種の体を分配して受け取る方法によって、特別な方法で示されます書いている。 シュナイダーは、教会の外での離婚と再婚は、会員という題材を構成するため、生体配慮をする資格がないという教会の伝統的な教えを強力に支持してきた。2014年のインタビューで、この慣習を変えるよう求める声は、反キリスト教的なメディアから来ており、これが、誤った慈悲の概念であることを示唆し、医者が殺すことになると知っていながら、 糖尿病患者に砂糖を与えるようなものだと述べた。2016年、教皇フランシスコは、首都的韓国愛の喜びを発表し、これは離婚した人や再婚した人に生態配慮を認めると思われたが、一部の司教によって実践され、激しい論争を巻き起こした。シュナイダーはこれを強く批判し、たとえ一人の教皇や教区の司教によって推進されていたとしても、 悔い改めていない管員者を生体配慮を認めるという不調和な声や監修よりも、この永続的な教えの方が強力であり、より確実であると主張した。2018年4月7日、シュナイダーは保守派のレーモンド・レオバーク数奇教、バルター・ブラント・ミュラー数奇教とともに、離婚して再婚したカトリック教徒との生体配慮を認めるために、 ドイツの司教たちが提案したアウトラインを拒否する会議に参加した。シュナイダーは、教皇は権威の管理者でなければならないという義務について語った。2018年8月25日、元中米教皇大使、カルロ・マリア・ビガの大司教は、セオドア・マカリックの性的不貧乏に関するバチカンへの一連の警告を記述した11ページの書簡を発表し、 フランシスコがこれらの報告に対処しなかったことを非難し辞任を求めた。シュナイダーはこの文書の真実の内容を疑う合理的で最もらしい理由はないと述べた。シュナイダーは教会のある特に彼や他の何人かが虐待の蔓延の原因となっていると非難している教皇庁における同性愛者の集団とネットワークを浄化するための冷酷さと透明性を要求した。 シュナイダーは、すべての数奇教、死教、被災に、あらゆる妥協と世間への媚びを放棄するよう呼びかけた。2013年1月のインタビューで、偽の宗教や宗派による不教は、カトリックが多数派の国では制限されるべきで、カトリックが多数派である場合、偽りの宗教や宗派はそこでプロパガンダを行う、権利はないと発言している。シュナイダーは、 ヨーロッパへのイスラム教徒の移民に反対する発言をしている。2010年代のイスラム教徒の大量移民は国際的な強力な政治組織がヨーロッパからキリスト教と国民性を奪うための組織化であり、ヨーロッパのキリスト教と国民性を希薄化させることを意図していると主張している。シリア内戦はヨーロッパを脱げキリスト教系するために、 移民の危機を煽ることを視野に入れて国際的な権力者によって組織されたものであり北アフリカからヨーロッパへの大量移民も同様に人為的に作られたと主張したシュナイダーはトリエントミサを強力に推進しているシュナイダーは被災が無造作で表面的なほとんど娯楽的なスタイルの天礼を用いていることを非難し天礼は 美しさと敬意を持って行われなければならないと述べた。シュナイダーによれば、天霊は時代を超越しており、時代の思考によって、天霊を変えることはできないという。また、ビサンティン天霊のミサを何度も捧げており、尊敬と異形の念、超自然的な精神と崇拝に満ちていると、称賛している。シュナイダーは、新型コロナウイルス感染症パンデミックの間の、 教会の閉鎖を批判し、他の多くの施設が営業を続けていたことを指摘し、衛生的な手順が守られ、混雑を制限するために、追加のミサが提供されれば、教会を安全に開き続けることができると提案した。2010年12月に、ローマで開催された、進学会議で、シュナイダーは、教皇の教えの権威によって、第二バチ観光会議の文書の誤った解釈を修正する。 新しいコビュー表の必要性を提案した。2019年6月10日、シュナイダーは、バーク数奇教、ヤニス・プヤッツスー奇教、アスタナのトマシュ・ペタ大司教、ヤン・ポール・レンガ大司教と共に、伝統的な教会の教えを再確認せよと主張する40項目の真理の宣言を発表した。司教たちは、ほぼ普遍的な教義の混乱と混乱の時代には、 このような宣言が必要であると書いた。宣言の中の特定の箇所は暗黙のうちに教皇、フランシスコの文章に反論している。宣言はイエス・キリストへの信仰から生まれた宗教が神によって積極的に礎付けられた唯一の宗教であると述べ、宗教の多様性は神によって礎付けられたものであると述べた教皇、フランシスコが署名した。 人間の友愛に関する文章をほのめかした。死刑に反対するためのカテキズムの最近の変更後には、もし本当に必要であり、社会の公正な秩序を維持するためならば、市民当局が合法的に死刑を執行することができると教えることについて、教会は誤りではなかったと述べている。2019年9月、シュナイダーとバークは、 アマゾン周辺地域のための特別シノドスの作業文書にあるとされる6つの進学的語ビューを休断する8ページの書簡を発表し、教皇フランシスコに誤りを明確に拒絶することで、信仰における兄弟たちが正しいと確認することを求めた。バークとシュナイバーは、その暗黙の半信論、既婚聖職者への指示、天礼における女性のより 大きな役割、アマゾンの異教の儀式と実践への過度の開放性のために、死のどす文章を批判した。そのような考えを拒絶するために、同年9月17日から10月26日までの40日間に、渡って、少なくとも一連のロザリを祈り、毎週断食するように修道士と聖職者に求めた。2020年5月31日、シュナイダーは、 第二バチカン公会議に関する多くの伝統的なカトリック信者の意見を固守していたことを公に宣言した。彼は現在公会議がこれまで教会の共同権が教えたことのない誤った声明を導入したと考えている。彼はまた公会議の新規制が20世紀後半から21世紀にかけてカトリック教会で経験した信仰の危機に 直接の責任があると述べた。2020年12月12日、他の4人の大司教、司教と共同で、中絶された胎児の細胞を用いて開発された、新型コロナウイルスワクチンに対する反対声明を発表した。3 Lectures, A Sermon and an Exclusive Interview, Hungarian and English Language E, Book Ver. http://mec.oszk.f15500-15547-15547.pdf http://mec.oszk.f18600-18638-18638.pdf ありがとうございます。